栃木県の親切なおじさん第2話宇宙の帝王様、なぜ地球侵略を諦めたのですか。宇宙最凶悪なエイリアンギガがゴア様に聞きます。よいかギガ、地球人というのはもうくど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 どうでもいいことばかり言うし、ネチ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 しつこくてものすごく嫌な気持ちになる。もし私が地球を征服したら、エロい人とか、カラス山小学校とか、ミンミンとか、毎日くど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 、どうでもいいことばかり聞かされ、ねち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 しつこくされて、ものすごく嫌な気持ちになってしまう。だから、地球侵略などやめたのだ。宇宙の帝王ゴア様のお言葉ですが、地球は銀河系の中で最も美しい惑星、豊富な資源を持っております。わかりました。私めがゴア様の代わりにもう一度地球侵略に行ってきます。お前はリベンジしてくれるのか。よいか、くれぐれも地球の中のアジアってとこの、日本って国の真ん中の東京のちょっと北にある栃木県っていうところにだけは降り立つな。そこにはくど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 、どうでもいいことばかり言ってねち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 しつこくてものすごい嫌な気持ちにさせる栃木県の親切なおじさんっていうのがいるからな。はっ、わかりました、ゴア様。それでは宇宙の帝王ゴア様の無念を晴らすため地球侵略に行ってまいります。宇宙の帝王ゴアが最も信頼する宇宙最凶悪なエイリアンギガは、栃木県という恐ろしい場所を避けて、ヨーロッパ大陸にあるフランスという国のパリという場所に降り立った。チケン、ペクン、ビーン、ガッシャン、カラカラ、ドドン。ベルサイユ宮殿が破壊され、ルーブル美術館が燃え上がります。なんかここ騒がしいんだわ。だから来たくなかったんせ。パリなんかつうとこに農協の積み立てで招待されたんだ。きっと旅館じゃ毎日食べてるおかめ納豆も出ねえんせ。チカンパカンビビビビガッシャーガラガラガラトトーン。私は宇宙の帝王ゴア様の使いで、宇宙最凶悪なエイリアン。ギガ、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 ギガ。地球を侵略に来た。悪いね、ギガさん。地球を侵略に来たっていうのは、ちっと間違ってんだわ。うるさい！私は地球を侵略に来たんだ！んだ、きっと言葉を間違うと笑われんだわ。地球を侵略に来たっていうのが正しいんせ。ミリケルの間違いなんかどうでもいい。私は地球を破壊するのに忙しいのだ。ツカン、ビーン、バキュン、ビーン、ガッシャン、ドラン。
忙しいのに、バリネギガさん、地球を侵略に来たって言うと、砂漠とかに植林する親切な人かと思われて、自然派志向のいい人になっちゃうんべ。そうすっと、みんなに尊敬されて、地球を征服できなくなっちゃうんせ。え、いいことおい、私を放っておいてくれ。放っておいてくれって言われても、俺は烏山小学校で生物も教えてたし、俺は栃木県の親切なおじさんなんせ。なぜ栃木県か遠いパリを選んだのに、お前がここにいるのだ。悪いね、ギガさん。俺は女房から漢字で美しい豚って書くルイ・ヴィトン2バッグを農協の積み立てで買ってきてって言われたんせ。せっかく地球を征服に来たんだから、あんたもヴィトンを持ってると地球人に尊敬されんせ。そうでこう引っ張られってのに、私の力によって全滅する人類が作ったバッグなんか、どうでも、あんた、女房が欲しがってる、ヴィトンバカにしてんけ。俺は、烏山小学校で、世界史も教えてたし、ルイさんは、1854年に旅行カバンの専門店をパリで初めて開いたんせ。パリに来てヴィトンを買わないのは田舎者なんだわ。おい、ヴィトンも烏山小学校なんてどうでもいい。ああ、もう何もかも面倒くさくなってきた。悪いね、ギガさん。俺はギガさんに地球を征服してもらいたくて親切で言ってんだわ。あ、お前のおすがま出身ですのどこにあるんだ。お前みたいなくどい奴がいる地球なんかもういらん。こうして2回目のエイリアン侵略も栃木県の親切なおじさんの陰で地球は守られたのです。